うるさくしちゃいけないしとか、そう思っちゃう。うん、あと触っちゃいけないし、厳しいとこは厳しいんで、幼稚園生まではちょっと見れるかなって。そう、美術館にはそんなイメージがあるかもしれませんね。松の古いお庭がすごくこのね、うん、最近見かけない風景で、この入る時のなんかこう気持ちがこう静かになって、このスロープを歩いてきて鑑賞するという、そのここまでたどり着くところがとてもいいと思います。茅ヶ崎駅南口からほど近い松林に囲まれた高砂緑地を歩いていくと、小高い丘の上には今回皆さんにご紹介する茅ヶ崎市美術館があります。明治時代から海水浴や避暑地として盛んに別荘が建てられた茅ヶ崎。現在の茅ヶ崎市美術館がある高砂緑地も、かつてオッペケペで一世を風靡した人気新劇俳優川上音次郎貞奴夫妻が居を構え、大正時代になると財界で活躍した原安三郎の別荘将来荘となりました。その後昭和59年に市が敷地を購入し、1998年、平成10年4月24日茅ヶ崎市美術館が開館しました。以前、まあ、将来荘という原康三さんの別荘があって、そのペントハウスが道路から道の方からですね見えてたんですね。で、僕なんか小さい頃からあの別荘素晴らしいって憧れてたわけですね。で、まあ、そんなこう記憶があったので、この道路から見てこの建物が、なんかわけのわかんない建物じゃなくて、なんかこう茅ヶ崎らしい、そういう、まあ、あの感じる建物にしたいというふうに思って、それで実はあのこの屋根がですね少し変わってると思うんですけども、これはあのいわゆる、まあ、私どもは海というのウェーブというふうなイメージと、それから、まあ、あの飛翔するというイメージと両方重ねたんですけども。山口さんがお話ししているのは美術館2階にある美術館カフェルシュマン。ゆったりとランチを楽しめます。茅ヶ崎市美術館は今年で開館から20年です。おかげさまで茅ヶ崎市美術館今年で20周年を迎えることができました。20年というと、まあ、人間ではちょうど成人ということになりますが、ようやく一人歩きを始めた、そんな感じの美術館です。神奈川県には、まあ、多くの美術館が公立美術館ありますが、その中でも小さいながら個性を発揮して、近代美術そして郷土の美術家たちの展覧会を取り上げてまいりました。茅ヶ崎市美術館は茅ヶ崎にゆかりのある画家よろず哲五郎や小山慶三をはじめ、茅ヶ崎を拠点として活動している新進作家などの作品2000点余りを所蔵。また芸術文化について学ぶ講座や市民の創作活動、青少年の創造力を育むワークショップなども行っています。2017年9月茅ヶ崎市政施行70周年姉妹都市締結3周年を記念して開催されたホノルル美術館所蔵ハワイアンキルト展では、とても貴重なヴィンテージハワイアンキルトを展示、全国から大勢の来館者が訪れました。茅ヶ崎市美術館のこうした展示や企画展ワークショップなどは学芸員キュレーターと呼ばれる職員が企画し開催されています。こちらは茅ヶ崎市美術館学芸員の月本さんが見守る中行われている学芸員の卵たちの実習授業。
彼らは学芸員を目指しているんです。まあ、繊細な美術作品に対する、まあ、気遣いといいましょうか、取り扱いの注意事項をちょっと学んでいただく機会になればと思っております。学芸員の仕事にはどんな魅力を感じているんでしょうか。いろいろなやっぱ作品に触れる機会があったりとか、あとそうですね、そこが一番大きいんじゃないかなって思います。私がこの館を選んだのは、結構ワークショップとかその展覧会に関しての関連プログラムが結構他の都内の美術館と比べて結構来るお客さんとすごい距離が近いなと思って、そういうところに惹かれて応募しました。この日学芸員の藤川さんが行っていたのは、学芸員がお客さんにお話をする学芸員のお仕事トーク。大学生の皆さんも参加しました。学芸員は美術館や博物館で働く専門職なんですけれども、作品や作家の調査研究をします。そして皆さんに展覧会としてその研究成果を披露いたします。そしてあと作品を未来に残すために保存修復などの作業もいたします。それぞれ学芸員は専門を持っていまして、私は現代美術、まあ、生きている作家と一緒に展覧会を作ったり作品を作ったりする仕事とともに、教育普及と呼ばれる皆さんに親しみが持てるようなワークショップだったりギャラリートークだったり、あとはですね、さまざまなプログラムを企画したりもしています。この奥は普段は皆さんをご案内はできないんですけれども、美術館の活動をしている場所がありますと藤川さんに案内されたのは、美術館の裏手にある広場なんですが、はい、ここは屋外アトリエといって、ラベンダーだったりローズマリーだったり555種類くらいの植物を育てています。今ここにいらっしゃるのがガーデニングクラブといってボランティアの方々で、この植物たちのお世話をしてくださっています。ここで育てた植物やハーブを使って生地や糸を染め、美術館で行っているワークショップに使うそうです。このアトリエが好きで、もう私も6、7年になりますけれど、この、 裏庭と下の畑の雰囲気がすごく好きで、もうただ散歩するだけでも来たりとかもするのがすごい好きで、なのでここの美術館で、まあ、こういういろんなワークショップみたいのを告知を見たら結構参加するのも好きだったんですけど、なのでこう結構身近ですね。市民の皆様に親しまれて20年、今年度は開館20周年記念のさまざまな企画展を行っています。9月9日から始まる小原古村展なんですけれども、明治の末期、明治後半に作られた版画の花鳥画の展覧会になりますが、ほとんどの人は見てもすぐ版画だと気がつくことは少ないんじゃないかと思います。本当に肉筆画、筆で描かれた、絵の具で描かれた肉筆画のような、雰囲気を持った、日本画のような雰囲気を持った、非常に細かい繊細な技術に基づいた版画作品なんですけれども、今回その紹介する小原古村の作品は、数ある小原古村の作品の中でもとびきり上質な、保存状態も素晴らしいですし、刷りの状態も素晴らしい作品ばかりです。この機会を逃すのは非常にもったいない古村展になっています。皆さんのおかげでこの茅ヶ崎市美術館開館20周年を迎えることができました。小さな美術館ですけれども、緑豊かな環境にある美術館です。小さなお子さんから大人までゆっくりくつろげるような美術館となっていますので、作品も散歩も楽しみつつ、この美術館をこれからも応援していただけたらと思います。より抜き茅ヶ崎通信。ブロック塀の倒壊は道路を塞ぎ、
避難や救助活動を妨げるばかりではなく、時には尊い命をも。茅ヶ崎市ではブロック塀などの改善に対する支援制度を始めます。茅ヶ崎市では市立小中学校とそれ以外の公共施設などのブロック塀等の安全点検を実施しました。小中学校のブロック塀に関しては安全性が確認され、なお公共施設及び通学路で確認された状態の悪いブロック塀等については安全措置を講ずるとともに、塀の改修に向けた補正予算について検討を行います。ブロック塀などを所有している方はぜひこの機会に安全点検を行ってください。それではブロック塀のチェック項目についてご説明させていただきます。まずはじめに、1、塀は高すぎないか、塀の高さは地盤から 2.2 メートル以下にあるかご確認ください。2、塀の厚さは十分か、塀の厚さは10センチ以上か、塀の高さが2メートルを超え 2.2 メートル以下の場合は15センチ以上必要になります。チェック項目3、控え壁はあるか、こちらが控え壁になります。控え壁は塀の倒れ止めとしてとても重要になります。塀の高さが 1.2 メートルを超える場合、塀の長さ 3.4 メートル以下ごとに塀の高さの5分の1以上の突き出しの控え壁が必要になります。チェック項目4、基礎があるかどうか、コンクリートの基礎があるかどうかご確認ください。チェック項目5、塀は健全か、塀に傾きやひび割れが入っていないかご確認ください。続いて専門家に相談しましょうという項目がチェック6になります。こちらは塀の中に鉄筋が入っているかどうかです。こちらは所有者さんが確認することができませんので、専門家の方にご相談ください。茅ヶ崎市では道路沿いに設置された高さ1メートル以上のブロック塀を安全な工作物に改修する費用の一部を補助する制度を10月1日より開始します。補助額については工事費の2分の1を補助します。ただし撤去費については上限20万円、生垣やフェンス等の新設は上限10万円となっております。また新たにブロック塀を設置する場合は高さ 0.6 メートル以下となります。茅ヶ崎市の補助制度をぜひご利用ください。支援制度に関するお問い合わせは景観緑課までお願いします。ハーモニアス広報版、8月31日より平成30年第3回市議会定例会が開催されています。市役所本庁舎6階の全員協議会室 A または B において6日から決算特別委員会が開催されており、18日は合わせて議会運営委員会が開催され、19日からは教育経済常任委員会など4つの常任委員会が開催されます。28日は本会議最終日で市役所本庁舎6階の議場で行われます。会議の日程や開始時刻は変更されることもありますのでご了承ください。また会議の終了時刻は議案数や議案内容などにより異なります。詳しくは茅ヶ崎市議会事務局までお問い合わせください。